はいどうも、白滝です。今回の動画はもうすぐしたら、グランドオープンが開幕するので、グランドオープンに向けての準備、最速で4600を獲得する方法について話していこうかなと思います。動画の流れとしてはグランドオープンについて、やるべきこと、契約書いつから貯めるべきなのか、あるサイトが重要、この順番で話していこうかなと思います。一つ目の内容、グランドオープンとは、プロスペースの新シーズンの開幕のことをグランドオープンと言います。新シリーズになれば、スピリッツ4600、能力変更、球種追加、特殊能力の変更、新特殊能力追加など、大型なアップデートがあります。今年2024年のグランドオープンはいつ頃あるのか、ミキサーのね、終了日がグランドオープンの日になるんですけれども、ちょっとお知らせ見ていきましょう。こちらのお知らせに書かれているんですけれども、ミキサー開催中2024年3月26日火曜日の8時59分まで、今年のグランドオープン開幕の日は3月26日になっています。9時からメンテナンスがあって15時に更新と、こういったね、日程になってくるんじゃないのかなと思います。3月26日に新シリーズが開幕するんですけれども、毎年グランドオープン記念ガチャや球春到来の無料ガチャなども更新されてきます。次の内容、グランドオープンに向けてやるべきことについて話していきたいんですけれども、一つ目がエナジーを貯めていってください。グランドオープンの福袋ガチャは無課金勢でも引いてほしいガチャの一つになっているので、一応グランドオープンに向けてエナジーはね、貯めていってもらえればなと思います。エナジーをね、貯める方法としては、ログインボーナス、デイリーミッション、イベント、ランク戦などで獲得することができるので、毎日コツコツとエナジー貯めていってください。二つ目が契約書を貯める。ある日から契約書を貯めると、グランドオープンに持ち越しすることができます。グランドオープン後に契約書を引けば、最速で4600の選手を乱獲することができるので、ある日から契約書を貯めていってください。それの詳細に関しては、内容3のところで話していこうかなと思います。3つ目が V ロードの日本一達成報酬の調整。こちらね、報酬の方を見ていきたいんですけれども、日本一達成累計報酬、達成回数50回で25エナジー、100回で閲覧確率 10% 契約書、これは一度自分ね、リセットしたので、リセット後の報酬になっているんですけれども、30回やね、100回で S ランク契約書、 S ランク自チーム契約書などを獲得することができるので、グランドオープンに向けてこちら日本一達成報酬の調整などをしていってもらえればなと思います。4つ目のやってほしいことがユニチケット売却。これね、結構忘れる方多いんですけれども、メニューボタンを押してもらいまして、アイテムで、こちらにね、ユニチケットがあります。10枚につきユニボックス1回引けることができて、所持期限が2024年3月下旬まで。こちらのユニチケットはグランドオープン持ち越しすることはできません。持ち越しすることができないので、必ずグランドオープン前に500コインとね、交換していってください。1枚につき500コイン、結構ね、溜まっている方も多いと思うので、今ね、特訓 1.5 倍は開催、その特訓 1.5 倍で消費するコインのために今のうちに交換していってもらえればなと思います。そして最後にやってほしいことが、 SP 開放で使う S ランクの選手をストックしていってください。グランドオープンではスピリッツの、開放の上限値が上がります。今後ね、リアタイで多く使う選手などのために、S ランクの選手はね、ストックしていってください。あとはファイナルミキサーもね、開催されるので、S ランクのね、選手に関しては、今のうちに貯めていってもらえればなと思います。こちらね、スピリッツ解放も見ていきたいんですけれども、4100の選手かな、こちら前田選手を例に見ていきましょう。今、4100、で、解放後は4200と、スピリッツね、最大、100上げることができるんですけれども、グランドオープン後では最大のね、200上げることができるので、こういったね、4100の選手に関しては、グランドオープン後に SP 開放していってください。自分がね、今後上げようとしている予定の選手としては、掛布選手かな、阪神転生、または12球団のオーダーでも使うことができるので、グランドオープン後最大スピリッツね、200上げれる時に、こちら SP 開放していこうかなと思います。
その他の選手としては、まあ、4100のね、宮西選手、今は100しか上げることができません。で、あとはですね、沢村選手かな。まあ、こちらも4100で100しか上げることができないので、まあ、グランドオープン後に解放して、確かね、4月4日にセリーグ杯、パリーグ杯という、まあ、全国大会で使うね、投手だと思うので、まあ、こちらもね、グランドオープン後に解放していこうかなと思います。3つ目の内容、契約書はいつから貯めるべきなのか。契約書は2月26日から獲得できるものは持ち越し可能になっているので、2月26日に獲得できる契約書に関してはもう一切引かないでください。で、その契約書の種類としては、ゴールド契約書、Sラン確率 10% 契約書、Sラン確率 30% 契約書、Sランク契約書、Sランク自チーム契約書、これらの契約書に関しては、まあ、26日以降獲得した場合は、まあ、必ず残していってもらえればなと思います。で、今日かな、撮影日が2月19日になるんですけれども、19日にマンスリー感謝祭でね、配布された S ランク確率 10% 契約書に関しては、まあ、持ち越しね、することができないので、まあ、これに関してはね、今すぐ、まあ、引いて、まあ、S ランクのね、選手が当たれば、まあ、特訓 1.5 倍のね、キャンペーンも来ているので、まあ、選手ね、育成していってください。契約書関連に関してもう一つ情報がありまして、2月19日にランク戦感謝祭が開催されました。19日から3月11日月曜日の14時59分まで開催されていて、ランク戦をすればポイントを獲得することができます。その累計ポイント報酬で契約書を獲得することができて、6200ポイントでゴールド契約書で、8000ポイントで S ラン確率 30% 契約書を獲得することができます。2月26日以降に契約書を獲得すれば、グランドオープンに持ち越しすることができるので、グランドオープンに持ち越ししたいという方は、2月26日以降にこちらの契約書を獲得していってください。まあ、今の撮影日はね、2月20日になっているんですけれども、この動画のね、撮影日、2月20日になっているんですけれども、まあ、それまでにね、ちょくちょくランク戦やっていってもらいまして、まあ、5800あたりでストップする。2月26日以降にランク戦をやって、まあ、6200ポイントのゴールド契約書、また8000ポイントのね、Sラン確率 30% 契約書を獲得していってください。まあ、自分もね、今、2023年シリーズ2で、まあ、欲しい選手がいないので、まあ、2月26日以降に、こちらのね、契約書を獲得していこうかなと思います。そして最後4つ目の内容、あるサイトが重要。そのサイトとはパースピポイントクラブ。まあ、デイリーミッションね、達成すれば毎日ね、ポイントを獲得することができて、そのポイントが貯まれば、S ラン確率 30% 契約書、S ランク自チーム契約書と交換することができます。これらの契約書をグランドオープン後に交換すれば、最速で4600のね、選手獲得することができるので、まあ、こちらもね、グランドオープンに向けてコツコツとね、ポイント貯めていってください。グランドオープンに関しての情報は以上になりまして、何かね、わからないことがあれば、コメントでね、返信しているので、書いていってください。まあ、最後ね、2月19日に S ランク確率 10% 契約書を配布されたので、まあ、引いていこうかなと。まあ、最後まで動画を見てくれた方々、ご視聴ありがとうございました。まあ、次回ね、5万人目指して投稿しているので、チャンネル登録と、まあ、ぜひともね、通知と、まあ、この動画に高評価の方もよろしくお願いします。まあ、あとはね、S ランク確率10% 契約書で当たった選手なども、まあ、コメントにね、書いていってください。さあ、S ランクは来るのか、まあ、大体の方はね、A ラン確率 90% 契約書。ああ、石川選手、まあまあまあ。